今日は6月の24日、田植えから、約、20日近く過ぎた、田んぼの様子です。この通りに、綺麗に稲が育ってきてます。今日は草取りも予定したんですが、どうやらこの6月気温が低くて、例年ほど田の中の草がありません。で今日は皆さん方、電工の、家社の繁栄のビオトープ見学に出かけて帰っていたところです。下の池エゾミソハギがこの通り岸辺を覆い始めています。ハンゲショウも真っ白の葉っぱです。はい、今日は梅雨の間の晴れ間、青空と、里山の緑が映えています。田んぼ綺麗でしょう。そろそろこのガクアジサイも、終わりに近づいてきてます。まだ頑張ってます。柿の木、この通り、鈴なりです。今年は、スズメやカラスに食べられないようにネットを早くから張ろうと、こういう話が出ています。この通り、そろそろ、はい、このそろそろ花芽が出てきました。今年ちょっと、浮き草が多すぎようですね。あ、山吹。これは白い山吹です。大事に育てようということです。黄色い山吹は上にありますが、ここは白い山吹。夜中の島の蝦夷岬もこの通り茂ってます。浅葉も朝から咲いてました。これが今日6月の24日、小さな自然の様子でした。